今日は月曜日です。朝6時半に起きました。それからランニングをして朝ごはんを食べました。今日もとても寒いです。今曇りですが昨日は雪でした。たくさん降りましたから外にまだ雪があります。私は冬が好きですが雪は時々面倒です。 今日、私はどこも行きません。午前中にオンラインでクラスをします。それから、昼ご飯を食べます。今日はチキンサラダを食べたいです。午後からは少し掃除します。昨日は少し忙しかったですから、あまり時間がありませんでした。洗濯もしますよ。その後、少し昼寝します。 昨日、友達がうちに遊びに来ました。高校の時の友達です。ケリーさんと言います。とても面白い人です。そして、とても背が高いです。ケリーさんの犬も一緒に来ました。小さい犬です。名前は、ポーです。ポーは可愛いですから、一緒にたくさん遊びました。 外は寒かったので、うちの中で遊びました。ポーと遊ぶのは楽しかったですが、少し疲れました。とても元気な犬ですからね。その後、ケリーさんと晩ご飯を食べました。たくさんパスタがありましたから、ケリーさんはラザニアを作りました。私はサラダとスープを作りました。 ケリーさんのラザニアは美味しかったですから少し食べすぎました。その後少し動くのが大変でした。それからケリーさんとストリーミングで映画を見て、ケリーさんとポーは10時ごろ車で帰りました。外はとても寒かったです。びっくりしました。 久しぶりにケリーさんに会って、ポーと遊んで楽しかったです。またポーに会いたいです。今日は月曜日です。朝6時半に起きました。それからランニングをして朝ごはんを食べました。今日もとても寒いです。今、曇りですが、昨日は雪でした。 たくさん降りましたから、外にまだ雪があります。私は冬が好きですが、雪は時々面倒です。今日私はどこも行きません。午前中にオンラインでクラスをします。それから昼ご飯を食べます。今日はチキンサラダを食べたいです。 午後からは少し掃除します。昨日は少し忙しかったですから、あまり時間がありませんでした。洗濯もしますよ。その後少し昼寝します。昨日、友達がうちに遊びに来ました。高校の時の友達です。ケリーさんと言います。とても面白い人です。そして、 とても背が高いです。ケリーさんの犬も一緒に来ました。小さい犬です。名前はポーです。ポーは可愛いですから一緒にたくさん遊びました。外は寒かったのでうちの中で遊びました。ポーと遊ぶのは楽しかったですが、 少し疲れました。とても元気な犬ですからね。その後、ケリーさんと晩ご飯を食べました。たくさんパスタがありましたから、ケリーさんはラザニアを作りました。私はサラダとスープを作りました。ケリーさんのラザニアは美味しかったですから、少し食べすぎました。その後、 少し動くのが大変でした。それから、ケリーさんとストリーミングで映画を見て、ケリーさんとポーは10時ごろ車で帰りました。外はとても寒かったです。びっくりしました。久しぶりにケリーさんに会って、ポーと遊んで楽しかったです。また、ポーに会いたいです。